大室山は、静岡県伊東市にある標高580メートルの火山。独立法で700年以上続く山焼きが、毎年早春に行われるため一年生植物で覆われてよく目立ち、伊東市のシンボル的存在である。山体は、国の天然記念物及び、富士箱根伊豆国立公園に指定されている。 大室さんは、伊豆東部火山群の活動の一つとして、約4000年前に噴火した、丹性火山のスコリア級である。以前は大まかに、約5000年前の噴火で形成されたと言われてきたが、工事現場で火山灰に埋没した木が発見され、年代測定によって、そのように考えられるようになった。大室さんのステレオ空中写真。下のくぼみが、側加工。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成スコリア級とは河口からマグマが吹き上がってできたスコリアが河口の周囲に累積し円水台の丘を形成したものである大室山スコリア級では定型 1km 飛行 300m ほどの山体を有しその中心に直径 250m 深さ40メートルのすり鉢状の加工を持っている。また、南斜面の標高450メートル付近にも直径50メートルほどの小さな加工もできている。山体の最高地点は加工の南側の加工園で三角点が設置されている。大室さんはこの整った姿と保存状態から日本におけるスコリア級の代表例の一つとして紹介されることも多く、 2010年8月5日には、炭性火山の典型例として、国の天然記念物に指定された。大室山のすぐ左の高まりが、岩室山溶岩ドーム加工大室山の噴火の、期間は10年以内とみられ、途中に数年ほど休みを挟んでいる。噴火が進み、スコリア球を成長させると、西の麓から、最初の溶岩流が湧き出してに方向へ流れ出した。 そのうち南に流れたものは、深い峡谷をせき止め、現在の池地区に湖を作り出した。この湖は、明治時代に排水トンネルを掘り、水田へと変わった。周辺地形と大室山の溶岩流その後、北東と南の2カ所のふもとから先日の溶岩流の30倍もの、大量の溶岩が溢れ出し、南東へ流れた溶岩は、相模灘を埋め立て、 城ヶ崎海岸の稀な海岸を作り出した。同時に、なだらかな土地も生み出し、後に人間がこれに目をつけ、伊豆高原の観光地と別荘地を発展させることとなる。北に流れた溶岩流は谷を埋め、ここでも湖を作り出し、また少しだけ一匹湖へ流れ込んで、十二連島と呼ばれる小島たちを作り出した。この北東と南の二箇所のふもとにできた河口では、 噴火の終わりが近づいてくると溶岩の粘土が増し、河口の上に蓋をするように溶岩ドームを作った。一方、山頂の河口内では溶岩湖が作られ、その後消失。しばらくしてスコリア級の南斜面から小規模な爆発を起こして河口の跡を残し、大室山の噴火はすべて終わった。なお、再び大室山が噴火に至る可能性は 完成火山群の特性からして否定される。山頂から北の眺望。遠方に富士山山焼桜の里公園から北陸からの大室山登山リフトに乗れば6分ほどで山頂に着く。花公園には遊歩道が整備され周遊することもできる。かつては徒歩でも登れたが現在では禁止されている。火公邸は長らく観光アーチェリー場として利用されてきた。 大室山の周辺には桜の里公園や伊豆シャボテン公園などの伊豆高原の観光施設と宅地、別荘地が広がる。伊豆半島東岸と天城山はもとより気象条件が揃えば、北は南アルプスから富士山、箱根の山々まで東から南に伊豆大島をはじめとする伊豆諸島、遠くには三浦半島から房総半島、東京スカイツリーまでも望める。 大室産の山焼きは700年以上の歴史がある。過去には質の良いかやを手に入れることが目的だった。山焼きは毎年2月の第2日曜日に行われ、見物客を集める。有料ではあるが、先着順で着火に参加することもできる。ただし山焼きは天候により順延することもある。2012年に開催された山焼きでは、東日本大震災による福島第一。 原子力発電所事故の直後であることから、事前閉じ後に放射線量の測定が行われ、公表された。2014年の山焼きでは、平成26年豪雪などの影響により、約1ヶ月遅れの3月9日に行われた。西北六にある公園。4万平方メートルに約40種、数千本の桜が植えられ、9月から翌年6月まで。 桜を楽しめるように工夫されている。毎年4月上旬には、伊豆高原桜の里祭りが催され公園は、そのメイン会場となっている。河口内の中原にある神社、安山と縁結びの神として信仰されている。浅間神社でありながら岩永姫命のみを祭神と、スルケウナ神社であるを祭神としている。この神社には、ようやくすると次のような伝説がある。 父の大山津神の希望で、姉の岩長姫命、妹のこの花咲や姫命ともに、天孫である、二人ぎの命に目取ってもらおうとしたが、美人の妹しか見染められず、姉は返されてしまった。その妹はすでに天孫の子を見ごもっていたので、東室山に茅やで産屋やを設けさせ、中に入ると火をつけさせ、炎の中で火の神を見柱、無事に出産した東山には、 コミュニティ放送局である FM、伊藤の送信書が置かれている。1998年5月3日開局。ありがとうございます。